はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ、小貝川水系水路ですね。前回はね、1ヶ月前ぐらいに来たんですけど、すごくね癒していただいたので、今回どうなんでしょうって。だいぶですね、魚の位置がね変わってるんですけど、やっぱり暖かくなってくると浅いところにも出てくるかなっていう印象ですね。あれ、そうだよね。違う、ギルか、バスだな、バスちゃんです。さあ、やっぱりね、こう朝のうちはどうしても冬のポジションになると思います。ほんで日が出てくるとまだまだ暖かいんで、その太陽のね暖かさにつられてバスたちも上に上がってくるって感じですね。そんでね、今すごくそこに癒し系バスちゃんたちの群れがいるんで、癒されたいと思います。癒してくれるかな。もしかしたら重たいかもしれないね、シンカーが。癒してた、癒してくれた、癒してくれました。OK 一撃でしたね。まだまだ釣れそうな気がする。だけど一気に群れが釣ったね。まだまだいますね。ノーシンカーにします。やっぱりその暖かさにね釣られてきてますね。あれ、みんなバスじゃないよね。船か、あれ。すごいね、あそこに固まってますね。ただ今釣ったら一瞬でいなくなった。ああ、だけどいるんだね、あんなに。カメラに映るかな。そこにあるね黒い塊、みんな小魚なんですよ。一応その中にバスもいる。ただやっぱりそこの魚たちはこう寒くてそこにいると思うんで、なんだろう、そこまでその餌を食べたくてそこにいるわけじゃないですよね。こう寒さを耐え忍ぶためにそこで固まってるっていう。だけどね、一応いるみたいだから出てこないかなって思うんですけど。ただいるもんだね。シンカーをですねつけます。やっぱり朝のうちはきついですけど、日が出ればやっぱり全然いける感じがしますね。そしてそこにいる寒そうに固まってる小魚よりも、小魚の中にいるバスよりもやっぱり餌を求めて回遊してるバスを探した方がいいですね。そう簡単に食わないね。微妙に見えないな。あれバスか、あれバスだな。そのバスもあれですね、そんな分かりやすいところにいないな。その目に見えるレンジにさほどいないですね。ちょい深めだ、やっぱりこの中でも、まあ、水深なんか1メートルもないですけどね。そんな中でも来たね、来た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 。あ、だけどもう尾びれが曲がりそうっすよ。なんやかんやでもう少しで越冬しちゃうかもしれないですね。尾びれがね曲がってね戻らないんで。そしてレンジが下ですね、水面で食わない。さあ、めちゃくちゃ癒していただいております。そうですね、レンジがね下の方なんですよ。あれバスか。バスの群れがまた入ってきましたね。やっぱりここにこのベイトのね塊があるんで、これをねやっぱり食べてますね。その周辺にいるんだけど、絶妙にこう目に見えないレンジにいるというか、結構ねベイトがすごくいるんだよね。そのベイトの周りにいますね。切るか、これは。あ、切るっぽいな、今度は。はい、ギルでした。ありがとう。あ、十分ここでも今回は癒してくれますね。いつも先の方で釣れてるんですけど、だからもしかしたら暖かくなるとこっちの方に来るのかもしれない。いつもよりねちょっと遅い時間に来てるんで、
おお、速攻ですわ。そこにね、スクーターが沈んでて、おお、うん、今度バスでしょ。めっちゃ釣れる。オーケー、癒されます。ありがとうございます。もう明日のね、霞が何気に休日なものでね、絶対やばいんですよ。人が多すぎて多分釣れないっていう。さらに小場所はもうほぼほぼ入れないと思うんでね、本湖メインでやろうと思うんですけど、釣れないだろうね。なのでもうたくさん癒されておこう。そう、もう落ちパクだからね、何度も追ってきたし、まだ釣れっかな。もうさすがにちょっと厳しいかもしれない。まだいればいいけどね。うん、そっちか。あれはギル。おーし。適当にね、アクションしてるとね、バスが入ってきて、小バスは元気ですね。スビート、あー、にいるんだけど、警戒心は高いね。だけどそんな特別すれてるわけじゃない、食べちゃう、うん、なんだ、進化食ってんのかな。わかんねえ。小ばすぎるかもしんない。イエーイ。はい、癒されまくりです。はい、ありがとうございました。30分ぐらいでですね、まあ小バスですけども5匹ということで、たくさんですね、癒していただくことができました。まだまだね、一応釣れるかもしれないですけど、どうなんですかね。これもですね、12月になったらまた来てみようと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。